大丈夫。いや、そうなんだよね。まあでもここまでさ、これぐらいゲストが来てくれたって思うじゃん。実はね、まだあって、もうこの人が最後なんだけど、まあもうこの人しかいない。ちょっとBGM 止めるね、一旦。うん。え、スパチャそんな言ったの？あ、でもあんまりそういうところ触れちゃダメ。あとでツイートします。ありがとうございます。うん。あの、ポルカが、ホロライブに入ってから、まあ、いろいろあって、本当にお父さんのようになってくれた、存在の人です。みんなわかるかな、誰か。うん。そう、ヤゴ。ポルカさん、おめでとうございます。ホロライブの一員として共に同じ場所に入れることがとても嬉しいです。僕とポルカさんの共通点はナン、もちろんチーズナン。まだあと3枚はいけますよ。なんなんなん、レジ袋3円は高いよ。もう一回聞く？もう一回聞こうかね。ちょっと落ち着いてもう一回聞くね。それでは、ヤゴー。ポルカさん、おめでとうございます。ホロライブの一員として共に同じ場所に入れることがとても嬉しいです。僕とポルカさんの共通点はナン、もちろんチーズナン。まだあと3枚はいけますよ。ナンナンナン、レジ袋3円は高いよ。ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。やっぱりね、チーズナンなんだよな。分かってる。うん。レジ袋3円も高いよ。レジ袋3円も高いよ。やごう。ウイロウリ、拙者、お館と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もございましょうが、お江戸を立って虹より髪型、宗主小田原、七島町、お杉なされて、天野町の森を降りするれば、欄干橋、白屋、遠いもん、ただいま、出会っていた、小さいと名乗りまする、岩城より大津森までお手に入りまする、この薬は、昔、陳の国の当時、ウイロウという人、我が町へ来たり、御門三大の折からこの薬を深く込め置き、用いるときは、一時ずつ、冠の隙間より取り出すよって、その名は、御門より、当人公と賜る、すなわち、文字には、いただきすぎる、よいと書いて、当人公と申す、ただいまこの薬、ことのほか市場に広まり、方々に偽観音を追い出し、いや、小田原の針をのスタンダラのスミナマンといろいろに申せども、ひやがな持って、ウイロウと知るせしは、親方、縁さえばかり。